は何がしたいんだ。忙しいところだな。やることだらけだ。見事な手際だな。命を救ったんだが、それだけか。俺たちなら、こんな連中は簡単に片付けられる。俺たち？俺だ。ちょっとした間違いだよ。で、何か買いに来たんじゃないのかな。あノコギリ草の駅はあるか。ああ、裏にな。どうぞこちらへ。来てくれたか。いいぞ。まだわからん。何か俺に言いたいことがあるんだろう。話せ。何と言えばいいか。我々にはボルソディの宝物庫という共通の目的があり、お互いそこにあるものが欲しい。なら協力し合おうじゃないか。それでお前には何ができる。計画がある。1年かけて練りに練った机の上で今こそ実行する時だ。頼りにしてるぞ。俺はお前の名前すら知らないんだぞ。何か問題か。問題だ。明らかに何か隠してるからな。しかも俺にだけじゃない。でなきゃこんな薄汚れた地下にはいないだろう。誰にだって闇はある。結婚しろと言ってるわけじゃない。盗みをするのに力を借りたいだけだ。侵入し必要なものを手に入れたらそれぞれの道を行く。どんな形であれ俺を騙そうとしても無駄だ。分かってるな。正直にならなければその首を体から切り落としてやる。それは承知の上だ。さて、脅迫までしてくれたところでやるのか、やらないか。聞きたいんだが、マックス・ボルソディの家が何なのか知ってるのか。宝物庫にある。答えになってないぞ。お前もな。計画に協力するかどうかの答えは。宝物庫に入ったとしてお前の目当ては何だ。俺が盗まれた品物だ。なら衛兵隊本部に行って被害届を出せ。盗みの計画を立ててる場合じゃない。訴えたさ、何度もな。歪んだ社会構造の犠牲になったわけか。まあいい。何を盗まれた。口にするには多すぎる。話を変えよう。やるのか。泥棒はごめんだ。そうする以外に方法がないだけさ。まあ気にするなよ、ウィッチャー。くそ、話せ。競売場には20人のレダニア兵が昼夜を問わず配備されている。辺りを巡回し、この角を曲がったところに兵舎がある。力技は無理か。忍び込むしかない。その通りだが、正面入り口の扉は補強済み。窓はディメリキウムの格子付きだ。だがどんな要塞にも弱点はある。ここだってその例外ではない。俺の弱点は忍耐に欠けるところなんだ。もったいぶった言い回しはやめて話せ。競売場の横には塔があって、上階部分がつながっている。守衛がいるから通りから塔へは侵入できない。だが地上から60尺のところに窓がある。鎧ども格子もついている。そこまで上がり、建物に入り込んで階段で地下まで行く。そして金庫室の扉をこじ開けるか吹き飛ばせばいい。ずさんな計画に思えるな。
塔の外壁はガラスのように滑らかだ。そこをよじ登るなんてできないし、しなくていい。とにかく最後まで聞け。計画にはあと2人必要だ。塔をよじ登り、ロープを下ろす役、それと金庫破りか爆破の専門家が1人。すでに頼りになりそうな候補者を見つけてある。あとはその中で最高の人材を選び誘うだけだ。それもお前に任せる。俺はなるべく姿を見られたくなくてね。随分と用意がいいようだ。他には？あとは細かいことだ。話に乗るならすぐに教えてやろう。他に選択肢はないんだろう。いいだろう。だが一つだけ条件がある。死者は出さない。いいな？そう来なくちゃな。一杯どうだ？最高のコンビ誕生に祝杯をあげようぜ。仕事が先だ。まず何をすれば？まず仲間を集めないといけない。それからレダニアの巡回兵を何とかする必要がある。人数が多すぎるからな。侵入の専門家について聞きたい。高いところが苦手なやつが不適格なのは分かる。そうだな。そこで俺のおすすめは、ヤマイたちの異名で知られるエブリン・ギャロン。今は一座の仲間とオプセンクルトの近くにいるよ。得意の音楽に合わせた体操と。侵入の芸は演目にはなってないが、ここ数年で起きた盗難事件と一座が移動したルートを見比べてみた。完璧に重なってたよ。偶然と呼ぶには無理がある。彼女が渋っても別の候補がいる。ヒューゴ・ホフ、別名ビーフパティ。アブリン、本当に適任か？この丸顔、とても犯罪ができそうに見えない。驚くなかよ。ヒューゴが侵入した建物はお前が倒した怪物より多い。2年前ノビグラドの役場の屋根に飾られてた金メッキのメンドリを盗んだ。よじ登ることにかけてはまさに非人間的だ。噂ではヒューゴはオクセンフルトに隠れ住んでるらしい。ノビグラド門の近くだ。ただし注意し、奴は見た目に反して邪悪で危険な野郎だ。宝物庫を開ける役だが、どんな候補がいる？まず言っておくが、一人はドワーフだ。カシミール・バッシ。生まれも育ちもマハカムで、爆破の調整技術の専門家だ。ひとつまみの爆薬でノビグラドを吹き飛ばせる芸当の持ち主らしい。宝物庫の扉などお手の物だ。問題はカシミールは数年前に爆破の仕事を引退したらしいということだ。結婚し、数人の子供とアルネスの村に住んでいる。仕事を頼んでも断られるかもな。他の候補は？クイントがいる。北方で随一の金庫破り。ケイドウェ、ライリア、アングル、コビリで手配され、逮捕されてしまった。捕まえたのはシダリスのハンス。がめつい傭兵だ。知ってるぞ。アークグリフィン退治の仕事を受けた男だ。手強い相手だ。怪物がか？両方だ。つまり居心地のいい家と檻にいる奴のどちらかを選んで、そこから引っ張り出すぞ。巡回兵を何とかするよ。死者は出さないと言ったはずだ。落ち着け。誰も殺すとは言ってない。単なる一時的な配置転換だよ。どういうことだ？要塞の料理人に近づくんだ。兵士の飯に何かを混ぜて起きれないようにする。奴らに怪しまれないように混ぜるのは2人に1人くらいの割合だな。そういう用途の霊薬を作れそうだ。そりゃいい。そいつを作って町に行き、料理人を見つけろ。協力するよう説得するんだ。魔法でも金でも方法は問わない。拳で分からせてやってもいい。よし、もう行こう。仕事が山積みだ。俺もさ。全部終わったら戻ってこい。その後は？その後はゴーストを全方位から叩きのめす。容赦はしない。
行け。クイーンとか。そうだ、あえて光栄だが、どちら様かな。おい、光栄でも何でもない。ウィッチャー、檻に近づくなよ。彼は何をしてお前たちを怒らせた。我々を？それは違う。だが多くの銀行家が迷惑を被った。彼らは奴の首にかなりの賞金をかけて。そしてシダリスのマスターハンスは積極的な人物であるため、俺を捕らえて賞金を得ることにした。誰が話していいと言った。黙れ。生きたままのクイントが必要だ。こっちは金がいる。大金。幸運なことにそれを払うのは誰でもいい。お前でも銀行家でも。言っただろ、積極的な人物だと。俺も言ったはずだ。黙れと。口出しはやめろ。どこまで話した。そうだ、あいつを解放させたいなら金を払え。手配書と同じ額だ。金で買う？ありきたりだな。クイントの自由をかけてカードで勝負しないか。いいだろう。だが負ければ奴の首の値段は倍になる。やるか。いいさ、乗ろう。勝利を祈るぞ。どんどんひどいな。ラドビットからの給料が丸一週間に遅れて。
俺もパスだ。合計しよう。俺の勝ちだな。手が重かったな、ハンス。そんなカードじゃトレトモール作戦は無理だ。クソ、そいつを追い出せ。俺がぶち切れる前に。なんだと？だが、どうやって？魚の骨だ。昨日開けた。静かになったら抜け出すつもりだったが、ウィッチャーが現れた。こういうのが俺の取り柄でね。さて、何のために俺が必要なんだ？あるものを開けてほしい。檻よりも大きな何かだ。面白そうだ。ぜひ詳しく聞きたい。オクセンフルト近くの薬草医の家だ。ノックしてノコギリ草の液を注文しろ。どんどんひどくなってるな。ラドビットからの給料が丸1週間も遅れた。しかもごまかそうとしてる。もらって袋に入ってる。見ろ、薄く金を塗った青銅だ。